Good morning ということでおはようございます。今日は大事な一戦になります。今日ちょっと出れるかどうかわかんないですけど、まあ、出れたら自分の力を出し切れるように頑張っていきたいと思います。おはようございます。お願いします。今日の意気込みお願いします。勝ちます。4対0で勝ちます。4対0。お疲れ様でした。お疲れ様です。得点者。あれ今日何なんやっけ？3-2で勝ちました。先生団。逆転だ。頑張ってください。逆転じゃなくて。無得点。俺も無得点。はい、先制点を挙げた選手です。今日の試合いかがでしたか？これなんていう。じゃあ今日得点決めた気持ちはいかがでしたか？でまあ、すごく因縁の相手だったんで、はい、得点決めた瞬間すごく嬉しかったですね。嬉しかったです、はい、先生ありがとうございました。やっと着きました。ここから家まで歩いてきます。はい、ということで今家に帰ってきて、ご飯とかお風呂とか洗濯とか全て終わらした、もうあと寝るだけっていう状態になりました。今日の結果ですね、勝つことができました。今日勝って、であともう一試合、勝てば確定ということで、あと一試合勝たなきゃいけないので、そっちの方勝ってね、しっかり最後、全国大会出て終われるようにチームで頑張っていきたいと思います。でね、今日はちょっといろいろ移動とかも結構ね長くなって、結構もう疲労も溜まってるんで、で明日もちょっと朝早くから学校があったりするので、今回はちょっと短めでここで終わりたいと思います。来週のその試合の時も動画を撮ると思いますので、全国大会出場に向けてチームとして頑張っていきたいと思います。今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。チュース。